プレスのなおです。今日は5月に入荷する新作アイテムの中からおすすめをピックアップしたので紹介していきたいと思います。私も実際に狙っているアイテムも紹介するのでぜひぜひ最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。まず最初はジレベストとビスチェとシャンブレーパンツの3つなんですけど、セットアップで着用ができて着回しができるなと思って、5月のアイテムを見た時に一番最初に欲しいなと思ったセットアップです。ジレはもう絶対に着回しができるなと思ってて、なんか T シャツに合わせたりとか、こういうノースリーブのトップスにさらっと合わせるだけでなんかちょっとこなれて見えたりとかするので、1個持ってて本当に損がないなって思うので、ぜひぜひチェックしてもらいたいなと思うのと、このワイドパンツも今こんな感じで履いてるんですけど、こんな感じでちょっと折っても履けるこうデザイン性のあるボトムスなので、さらっとしたワイドパンツで本当に使いやすいアイテムなんですけど、このデザインがあることでインしてもアウトで着ても本当にスッキリ決まるので、回しにたくさんできるかなと思って選びました。ビスチェもなんかいつものシンプルなトップスに重ねるだけでなんかちょっとおしゃれしてるなって見えたりとか、気分も変わったりすると思うので、ちょっとお尻が隠れる丈感でジレと合わせても本当に綺麗に後ろ姿も可愛く決まるので、もしセットアップ持ってないよって方は挑戦しやすいと思うので、ぜひぜひセットでチェックしていただきたいなと思います。続いてはこの黒仕編みのニットと透かし編みのアイラインスカートです。昔ちょっとピクニックで出てたニットのスカートを2つぐらい持ってて、本当にお気に入りでもう毎年買い替えるぐらい履いてるんですけど、この夏に出るニットスカートのいいところは本当に形が綺麗で、このスカートも後ろにスリットが入ってるんですけど、スリットが入ってるのが、なかなかなくって、私がこのスリット入ったのでより動きやすくなっていいなって思って、これは絶対欲しいなって思ったのと、この大人っぽい色と首元の配色が本当に大人っぽい配色で可愛くって、ここにちょっと一目惚れして、カーディガンもあったんですけど、これからの季節考えるとノースリーブも可愛いかなと思って、このトップスとスカートをセットで買いたいなと思いました。でもう2色と、あとトップスだと赤とかもあるんですけど、茶色が大人っぽく着られるかなって思ったのと、長く考えた時に、真夏も着られるし秋口にかけてもブラウンだったら使えるかなと思って、ブラウンがちょっと一押しカラーで選びました。トップスのニットはクロップド丈なので、リネンのパンツとか柔らかいカラーのワイドパンツとかと合わせても可愛いのかなって思って、チュールのスカートちょっとふんわりしてるので、ちょっとピタッとしたトップス合わせるのもバランスよくて、もともと好きなコーデなのでチュールスカートとも合わせたいなと思ってます。ニットスカートの方は中タンクトップにしてシアーのシャンプーとかでちょっとこうバサッと羽織るような羽織系のコーデも可愛いかなと思って、シアーシャツと合わせるのをお出ししたいなと思ってます。最後は私もリアルダイしたウエストシェイプのストレートデニムです。このデニムなんですけど、ワイドデニムとカーディデニムはもう元々発売がされていて、これも本当に革命デニムと言われているように、ウエストがこっそりキュッと見せてくれるウエストシェイプシリーズの最新の型なんですけど、やっとやっとストレートが出ました。ワイドもカーディもトレンド感もあったりとか、足長効果もあったりとか、本当に大好きなんですけど、このストレートが本当に過去一自分に似合うって思っていて、なので2本買いしようかなって悩んでるんですけど、このデニムに合わせるとしたら、デニム何でも合うんですけど、せっかくお腹が綺麗に見えるので、お腹をシュッと綺麗に見せて、トレンドのクロップド丈のトップスだったりとか、シアーのシャツとか、さっき言ったクロップド丈のニットとかも可愛いと思いますし、本当にシルエットが綺麗なので T シャツとデニムでこの定番コーデしても可愛いんじゃないかなと思います。これいつも身長が151センチで36サイズを履いてたんですけど、これはあえて38サイズを購入していて、なんでかっていうと36サイズだとこのくるぶしぐらいの丈感だったんですけど、この夏の気分としてちょっとずるっと履きたいなっていう気持ちがあって、わざとここにちょっとパプッとはめる仕方がしたいなと思って38サイズを選んだんですけど、お腹がしっかりこうハイウエストで固定されるので、スカスカ
方でもちょっとぐるっとしたいなって思われる方とかいらっしゃっていたら、ぜひぜひあの38サイズを試着して試してほしいなと思います。5月の私のおすすめアイテムいかがでしたでしょうか。お店にもう入荷しているアイテムたちなので